常滑市体育館のそばにあるつるつるうどん青空。石引きそばや日本料理も提供するこちらのお店、広い店内には個室もあり、宴会をしたりゆっくり食事を楽しむことができます。メニューにはアイディアの光るものがたくさん。こちらは名古屋の味噌料理を一度に味わえる名古屋名物御膳。つるっつるでコシのある味噌煮込みうどんに、衣がサクサクの味噌カツ、そして土手丼。料理ごとに味噌はブレンドを変えてあるそうです。こちらは驚きのクリームシチュー煮込み。クリームシチューに出汁が入れてあり、これが本当にうどんによく合うんです。後を引く癖になる味わいでリピーターが多いんだとか。ぜひ一度お試しください。